第2号輸送艦は、日本海軍の輸送艦。第1号型輸送艦の2番艦。マルセン計画の計画名特務監督型、第2901号艦型の2番艦。仮称艦名、第2902号艦として計画。1944年2月10日、三菱重工業横浜造船所で、建造番号551番線として起港。3月15日、 第2号輸送艦と命名されて第1号型輸送艦の2番艦に定められ、本席を横須賀鎮守府と仮定。5月6日浸水。6月25日竣工し、偽装院事務所を撤去。本席を横須賀鎮守府に定められ、連合艦隊付属に編入。7月11日、横須賀鎮守府作戦指揮下に編入され、軍隊区分自家卒部隊に編入。 14日、3714船団を本ほ他4隻で護衛し、七島へ向けた手山発。18日、第10雲海丸が落語し行方不明となったため、7時間に渡り捜索したが発見することができなかった。同日、平井沈没した日、秀丸乗員の95%を救助。19日、七島二見港へ入港。20日、 第4号解剖艦の護衛を受けて洋島へ向け、父島発。洋島での養豚後は、横須賀へ向かい、24日、横須賀期。7月29日、3729船団を、本艦他4隻で護衛した手山発。8月4日、父島二見港で被爆死座礁。翌5日、交天のため岩礁に激突して沈没した。10月10日、 第2号輸送艦は、第1号型輸送艦から削除され、帝国輸送艦席から除かれた。有馬国尾少佐、1944年6月7日から1944年6月25日。有馬国尾少佐、1944年6月25日から1944年9月20日。マルスペシャル及び、特務艦一般計画要領書による。 日本海軍特務艦船士では、保護艦本式水艦艦2機とあるが、第十三号輸送艦や、第十六号輸送艦など、第一号型輸送艦が装備した艦は、形式名が、三号大津千九百一型ロゴを重油戦召艦、である。横須賀防備戦体戦時日誌、第一号、護衛船舶記録による。駒グルー、船輸送船団士、P211 では、 単に3714としている。日日出丸、八幸丸、桂川丸、第十雲海丸。横須賀防備戦隊戦時日次第一行、護衛船舶記録では、第55億船艇、第51号船艇、第4号解剖艦、本艦、第105号特設輸送艦の母席と、護衛艦艇,艇としている。グー、戦時輸送 p では、 前述の5隻から第105号特設輸送艦が省かれている。第2号輸送艦長から横須賀防備船隊司令官宛ての伝文では、平井沈没、セルモノと任務とある。横須賀防備船隊戦時日誌原文ママ。利根川丸、小本丸、第7雲海丸、遠樹丸、九州丸、北海丸。本艦のほか、第4号輸送艦、輸送132、 第4号解剖艦、第12号解剖艦。前述のうち、輸送132は、横須賀防備戦隊戦時日誌の原文ママ。ありがとうございます。